赤石高一郎5月10日から1933年11月7日は文部官僚、教育者、金警官施行、福島県で、県事の赤石金一の長男として東京に生まれる。東京府立一中、旧西第一高等学校を経て、1897年に東京帝国大学法科大学を卒業し、内務省に勤めた。 翌年、文部省に移り参事官に任せられた。1902年から2年間、教育制度と行政法の研究のため欧米留学を命じられた。1911年、維新資料編纂会事務局長に就任した。1916年に普通学務局長に昇進し、1922年からは文部次官を務めた。その間、臨時教育要請調査会や、 教育評議会の委員となった。1924年に退官した後も多くの委員会委員に選ばれた。また、文部省在官中から職業教育に力を注ぎ、1928年には日本職業指導協会を設立して理事長に就いた。1932年9月27日、近景観志校を仰せつけられた。その他に、 保全商工教育財団の評議員、理事を務め、1933年には、同財団の運営する東京植民貿易語学校、東京保全商業学校、東京保全工業学校の校長に就任した。ありがとうございます。